はい、中西競技の虎の穴チャンネルということで、今日はですね、浦添球場の方でヤクルト阪神戦をちょっとチェックしてきましたんで、その辺の試合のゲームをですね振り返っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします、はい、ということでですね、今日はあの浦添の方で直接オープン戦見てきて、はい、なんでちょっとその試合の方をね振り返っていければなと思うんですけれども、うん、結果から言うと9対4で阪神が勝ってます。はい、オープン戦初勝利ですね一応、うん、でまあいろいろあるんですけれども、やっぱ先発藤浪投手で始まってっていうところで、はい、まあ、ざっくりこう試合全体の印象としてはどうでしょう。9対4でね勝ってはいるけれども、ちょっとまあまだ守備的なところでポロポロしたりとか、ではあとバッティングで言うと4番に沿って大山がちょっとこう今日は全くタイミングがね合ってないような、そういう状態のところはありましたし、うん、まあ、あと去ってる江越っていうあたりがね非常にいいものを出してたし、あとロハスかな、はい、ちょっと制裁を欠く、うん、そういうバッティング内容でしたね。でこれからっていうかずっとこう言い続けてるその右の中継ぎ陣っていうところで、やっぱり馬場と小野っていうところは投げたんですけども、こうもう一つやっぱりこう決め手に欠くなっていう感じで、まだまだ課題としてね残ってこないっていうか、そういう内容でしたよね、はい、先発のまあ予想であるその藤浪伊藤っていうのは非常にいい球投げたし安定してましたし、特に藤浪はね左のこう足の位置、トップの位置、膝の位置っていうのが非常に決まりだしたんで、あの非常にこう縦の回転で振れ出した。で球の質からするとね抜け球っていうのは今日は1球もなかったんで、うん、そういう意味でいうとこうちょっと安定してきてるのかなという感じのゲームだった。でここまでの仕上がりだったと思うしね、まあ、伊藤は相変わらずこうやっぱりこう投げる本当テンポもいいし、まあバッターに向かっていくね自分のリズムっていうのをしっかり持って自分のテンポでこう小気味よく投げてたんで、そういう意味で言うとやっぱりこうあの安定感というのはありますよね、うんうん、そうですね。やっぱり今日投げたピッチャーの中ではやっぱり藤浪投手と伊藤投手がやっぱり群を抜いてよかったかなっていう、うん、はい、そうですね。まず初回ね先頭いきなり5球すべてまっすぐで山田君三振取ったりとかね、うん、まあ、サンタナに打たれたけどもその後しっかりと抑えてたんで、今日はフォアボールも なかったっていうところで、うん、非常にまあ2イニング、まあ、もう1回3イニングも見たいなっていう感じのこう内容では終わってくれましたよね、はい。でまあ、その後ね及川投手につないだと思うんですけど、うん、及川投手どうでした。まあ、及川いきなりフォアボールを出したんですけども、左でいうその中継ぎのところでは後から投げたその馬場小野とは違った投球内容を見せてたんで、うん、まあ、1イニングだったらやはりこうやっぱ計算立つそういうピッチャーじゃないでしょうかね、はい、そうですね、うんうん、やっぱりこうまだちょっとリリーフかなっていう今年、うん、というかバランスで考えるとやっぱりねやっぱりちょっとリリーフが手薄なだけに、うん、やっぱ及川をやっぱり中に置いとかないとなかなか頭に持っていくと、そうするとこの湯浅田桐敷この辺が中に入れなきゃいけないという、はいはいはい、バランス的なところがあるんで、うん、それならやっぱり去年の実績のある及川はやっぱりもう一度リリーフでね、はい、今シーズン頑張ってもらいたいというところで、問題はなんかこの及川、まあ、岩崎と左2枚のところのその間にホールピッチャー、うん、またもしくはその前にホール右のピッチャーですよね、はい、ここがもう全くこう出てこない内容が、ね、うん、全くこう、まあ、今日の馬場にしてもやっぱあんまり変わらないというかな、うん、このままあ、強いボールはあるんだけどもこうどうしてもゾーンがこう高いというかね、どうしてもこう右左が折れちゃうんで、そこがどうしてもこうやっぱボールが高めにしかいかないというところが、まあ、あの辺の欠点というかな、うんうん、せっかく強いボールあるんだけどやっぱあれがやっぱり低いゾーンにこう集まるようなね、はいはいはい、そういう投球フォームの、まあ、まず姿勢ですよね、うん、になってこないといけないのかなという感じはしましたけどね。だからまあそういう意味で本当右が厳しいね。特にこう馬場投手はストライクボールが結構はっきりしてるイメージありましたね、うんうん、本当、まあ、いいフォークあるんだけどもね、本当ストライクボールはっきりしてるし完全なボールだもんね、うん、でバッターやっぱもうボールが見やすいというかな、投げ方も長岡選手なんかで3ボール2ストライクでフォークボール投げてフォアボールとかね、どっちかというとそんな強打者ではないっていうところで3ボール2ストライクで首2回ぐらい振ってフォークボール投げてましたから、はい、うん、フォークボールはあのボール球にするとゾーンのボールなんで、どういう意図であのフォークボールとか投げてるのかっていうふうに逆に思うんだけどね。そうですね。あとはまあ右で言うと今日は最後湯浅投手と石田投手が投げてるんですけど、はいはい、湯浅投手もねちょっとまっすぐはすごい良かった感じはしたんですけど、うんうん、まあ、コントロールとあと変化球みたいなところに今日は若干課題があるのかなっていう感じで、うん、まあ、一応0点に抑えたんですけどね。ブルペンでもやっぱフォークボールでしょうね、うん、フォークボールでもやっぱこうどうしてもこう落とそう落とそうっていう意識が強いのか、はい、やっぱもっと低めに低めに投げるっていう意識でね、うん、投げていけばいいと思うんですけど、まあ、まっすぐ本当にいい角度で投げてくるだけにね、まあ、振り下ろしてくるだけにもっともっと実績積んで、はい、実績というかもう経験積んで、結構こう面白い素材だとは思うんですけど ね素材的にはいいものは持ってると思うんで、高橋さんはもう結構岩佐投手のことはね、そうですね、非常に投げ方がねあのいい投げ方してるし、うん、かなり上からこう振り下ろせるっていうね、そういうボールも持ってるんで、やっぱもうちょっとこの変化球の使い方っていうのをね、勉強していってほしいですね。
そうですね。で、まあ、石井大地投手はね、まずまずっていうような内容だったかなと。うん、まあ、石井投手もね、前回とあれで同様、やっぱあの左バッターの懐にね、しっかりとまっすぐ投げ切れてる、うん、あとはまあ外のとこシンカーっていうね、彼の特徴である、まあ、チェンジアップ気味のシンカーっていうかな、うんうん、そこをしっかりとこう投げるんで、あれがもう少し抜けてくればもっといいと思うんですけどね、うん、まあ、今日はちょっとまっすぐの精度が良くなかったかな。そうですね、はい、感じでしたね。で、一方で野手の方で言うと、はい、やっぱり今日佐藤選手良かったですね。佐藤良かったね、うん、やっぱりレフトのあっちの方にもやっぱり、ね、変直で大きなのをやっぱ打球飛ばせれるし、はい、まあ、3打席もね、センターにこうかなり大飛球だったんで、はい、かなりこう本当状態はいいですよね。しっかりね、犠牲フライも打って、はい、点が欲しいところでね、ちゃんと得点取れるようなバッターというか、うんうんうん、頼れる選手に2年目よりなってきたなっていう感じはしますね。そうですね、はい、うん、あとは打線的に言うと、まあ、あの坂本、そしてこう、はい、まあ、江越っていうのはこう本当にスタイルをね、ライブホーム的に変えたんで、そうですね、まあ、一時同点ツーランとかもね、ありましたし、もともと飛距離はね、出せれるバッターなんでね、江越もね。そうですね、江越選手は今日いい走塁もありましたし、やっぱ何より今年ね、はいはい、今まで打ててなかったコースが打てるようになってきてるなっていうのは結構印象としてあって、前からこう低めのなんか変化球とか、うん、そういうのをポコンとこう長打打つシーンとかあったと思うんですけど、うん、逆にこう今日みたいなインハイとかそういうボールって肩下がって三振みたいな、まあ、右の膝が折れちゃうね、うん、こうやっぱバットが下に入っちゃうっていうねところあったんやけど、やっぱその辺のホームはやっぱちょっと変えていってるんで。そうですね、うん、なので今日打ったホームランなんかは昨年とかそれ以前だったら多分見られなかったような、はいはいはい、打ち方がね、そうですね、形がね、うんうん、ちょっと一皮むけたのかなっていうバッティング、うん、まあ、本当に大きくこうバッティングのなんていうかスタイル変わってるのは江越かなという感じはしますよね、うん、藤井コーチと一緒にずっと取り組んでやってきてることが、はい、うん、いい形で出てるんじゃないですか。そうですね、一方のロハス選手がね、あんまりやっぱ今日も良くなかっただけに、はいはいはい、ちょっと開幕スタメンこれあるんじゃないかなっていうぐらいの、あるでしょうね、はい、あると思いますよ、うん、まあ、ロハスが悪い場合に今日はレフト大山っていうポジションね、はい、守らせたと思うんで、うん、そういう意味では逆にまあやっぱり大山サードを去ってるライトで江越がレフトに入るという可能性は、うん、あのロハスの状態では可能性はなきにしもあらずですよね。あとまあここに多分糸井選手とかも候補に入ってるんですけど、はいはいはい、そうですね、まあ、その辺の争いの中で江越選手は結構あるんじゃないかなって感じですよね、はい、まあ、ちょっと育成のピッチャーね出てきて、うん、あの2打席目の三振だとかやっぱちょっと内容が悪いもんね、ロハスはね。そうですね、うん、結果自体もそうですけど内容が良くないですね。そうですね、悪いですね、はい、うん、左であれですからね、右はもっと悪いんで、はい、左ピッチャー来たらもっと右は結局残してないんで、そういう意味で今日はもうずっと左で立ってたんでね、うん、2年目どうなのかなという感じはしますね。2年目になってね、やっぱこう慣れが出てきて、やっぱりいい成績残してくれるのかなという感じで思ってたんですけどね。なるほど、内容が良くないで言うとね、うん、大山選手が今日良くなかった。今日大山ね、全くタイミングなんかあってなかった、元気なかったね。まず1打席目の2ボールからの止めたバットでピッチャーゴロね、はい、2打席目はもう全然もうノーカンな見逃し、うん、3打席目はまた変化球のなんかハーフスイングのような感じの空振り三振というところで、ちょっと本当内容は悪かったね。そうですね、特に1打席目のやつとかは、まあ、今日大山選手4番だったじゃないですか、うんうんうん、4番のバッティングとしてはっていう感じは正直ね、ありますね。そうなんですよね、だからやっぱりこう4番バッターというのはやっぱりチームベンチ全員がやっぱ見てると思うんで、うん、やっぱりなかなかこう攻略できないそういう選手たちが4番ならなんとかするってい こう4番のバッティングっていうのがあると思うんですけど、うん、4番が2ボールノーストライクであのバッティングチャンスのところでああいう止めたバットでね凡退するというか、やっぱりちょっとこうベンチの士気が下がるというかな、うんうん、僕は個人的には4番サード大山でいてほしい派なんですけど、うんうん、今日の見ると佐藤選手に4番は今年はなっちゃうのかなみたいな、今の状態で言えばね、うん、その辺も早くもう決めてポジション決めてこうだから、ライト4番佐藤なのか、はい、ね、サード4番大山なのかっていうところもしっかり決めてやっぱり行かなきゃいけないと思うんですけど、まあ、3月10日過ぎてるぐらいかな、決めていくのはっていう、ただこの2人はゲームで出るんで、はい、うん、主力をこう出していくっていうところではないんでね、うん、ゲーム当然出ていってチームを引っ張るあの存在であるんで、やっぱそういう意味ではもっと早い段階ポジションを打順固めてやった方がいいと思うんですよね。そうですね、その流れでいくんですけど、守備ですよね、だから守備ね、今日はもう、うん、まず最初木浪ね、坂本からの送球をノーバウンドで送球してるんだからね、そこはやっぱりこうスライディングか、あの足で来られたって言ってもあそこでやっぱボールを弾いちゃダメですよね。木浪選手ミス多かったですね、今日、うんうん、まあ小畑も佐藤も、ちょっといつものなく半身でね後ろに反らすっていうケースがあったんで、まあ、準備の仕方だと思うんだけどね、やっぱこのケースだったらこう重刀あるスチールあるっていうところと、
あと5、6来たらここ前一歩出るっていう、グラウンドこの辺、走路のところを鳴らしていくとか、そういうやっぱり準備、1本目の足の出し方でしょうね。まあ、ノック何本受けたからどうのこうのじゃなくて、当然その量質受けるっていうのも大事なんだけども、それでもゲーム入ったもん、やっぱり自分がいかに打球に出して、こういう打球に出したらここに1本目をスタート切るんだっていう、準備をしとかないと、やっぱり、とっさに来られるとやっぱりね、びっくりしちゃうんでね、はい。それこそサードの話で言うと、まあ、4番はちょっと佐藤選手なのかなって今日の試合見て思ったんですけど、逆にサードは佐藤選手より大山選手の方がいいのかなみたいな、今日のエラーとかも足止まっちゃってた感じがしたんで、あそこ大山選手だったら結構うまくその辺は合わせられたのかなっていう。そうですね、佐藤も下手なサードじゃないんですけどね、ないんですけども、やっぱり、大山がサードの方がやっぱり落ち着くのかなというね、そうですね、まあ、スローイングがね若干不安があるときがねちょっと波があるんで、大山選手の場合、まあ、そういうのもあるんですけど、今日の感じ見てるとっていうのはありますよね、まあ、早くそこはだからもう決めてあげることだと思いますね、はい、やっぱそこが決まってないっていうのもありますよね、やっぱりこう打順のねやっぱつながりもあるし、やっぱこうポジションでのリズムっていうのもあるんで、守りのリズムっていうのもあるんで、そうですね、いよいよね次は、オープン戦3月4日になると思うんですけど、はい、まあ、それぐらいにはちょっといよいよね佐藤選手大山選手のポジションも固めて、シーズンに向けてねもうここで行くんだっていうのを本人たちが分かった状態でしっかり準備ができていければ、で、で、あのコロコロ変えるんじゃなくてね、もうこれで行くよっていうのをやっぱりこう実践の中で意思表示をしっかりとしてやるっていうのがね、大事なんだと思うんですけどね、もうここ2人に関してはそういう扱いをしてもいい選手ですね。そうだと思うんですよ、どうせ2人とも出るんだからゲームには出なきゃいけないんですから、はい、出てチームを引っ張らなきゃいけないそういう存在なんで、はい、そこはだから各人もこのポジションでこの打順でっていう責任をしっかりと彼ら本人たちにも植え付ける意味でもこうやっぱり意思表示してしっかり決めてやった方が、はいろいろコロコロ変えてこうやっちゃうとやっぱり責任転換じゃないけど、やっぱり言い訳できちゃうんで、やっぱりなかなかそういう言い訳を作れないような作業もしていかなきゃいけないんでね、はい、次の試合まで開くんですけど、そうですね、相手も、はい、あの3月4日からこうオープン戦あるけども、2軍がちょっとねああいうコロナの状態でこうあるんで、やっぱこう、はい、なかなか1軍2軍の入り替えができづらくなりましたんでね、こうやっぱり濃厚接触者になったりするとその辺の入り替えもちょっと心配なんですよね。そうですね、ファームの方もだからちょっと延期して秋の方に残るみたいなんで、その辺も心配ではありますが、引き続きねちょっと追っていければなと、ね、はい、ゲームは引き続きこうね状況を見てね、まあ、まずやっぱり右の中継ぎをね出てきてほしいね、はい、このピッチャーで行くっていうところがね、はい、ということで、まあ今日のねヤクルト戦は9対4か、結果はまあ勝ちましたけどもね、内容的にはこんな差が開いてるような内容ではなかったと思うんで、まあでもオープン戦ですから試合やって反省材料、そして次の試合次の練習に生かしていって開幕を迎えるっていうのがねこのオープン戦の作業だと思うんで、また次の試合注目して見ていきたいと思います。皆さんチャンネル登録をよろしくお願いします。